飯田俊樹のルームレゾナクト。本日のゲストはシンガーソングライターの近石亮さんです。楽しいトークと音楽でお楽しみください。でまたこうアカペラをね一区切りして、まあ、今もやることはあるかもしれないけれども、うどうですか、またこう一人に戻る感覚なんじゃないの、なんかどうですかそれは。いやでもアカペラとシンガーソングライターは結構ずっと両立してやってたので、そうかそうか、なんか戻るというよりは、うん、アカペラがなくなったっていうだけの。そっか、どう、ちなみにさ、どうアカペラがなくなって、僕も同じなの、アカペラをずっとやってきて今一人でやってるじゃん、アカペラが急に人生からなくなったのよ、はいはいはい、それどう、どう、あどうですかね、生成したなんでなんで、どういう意味、いやそのね、はい、あのアカペラって、はい、そのもう何でしょう、はい、あのリードが適当に歌ってたらダメじゃないですか、うん、ダメだね、もう全部が、はい、その僕らのバンドとか4人バンドで、しかもすごい難しい和音を鳴らすっていう、だから、うん、僕のリードの伸ばしてたところが、うん、全体のサウンドの構成音になっているから、うん、はいはい、そこもちゃんと和音をとか考えてやらないといけなくて、ね、っていうその結構、まあ、楽しいんです、それもそれで楽しいし、うんうん、すごいいいって言ってもらえて嬉しいし、うん、そうやってる時はすごい楽しいんですけど、はい、まあでも気使うなっていう、気使う音楽やなっていうのはすっごいあってもうすっげえわかります。そうだよね、だってここたまにはこのここここで切りたいなって思う時あるけど、ここまで伸ばさなきゃいけないとか、いろんなことが制約があってね。僕はバンドが好きやったし、はいはい、その何やってがなりたいとか、あ、はいはいはい、あってもそんなハモらんし、そうだね、和音に、まあ、そういうバンドもありますけど、はいはいはい、それはだって4人バンドじゃなかなかできない話だし、でもあの緻密な音楽ですごい鍛えられた部分もすごいあるんじゃない。でもそれはほんまにあります、その和音とかの感覚もね、そうですね、アカペラしてて今せいせいするとか言ったんですけど、うん、全然なんかやっててほんまに良かったし、それが今、ね、あの自分の曲作りとかにもめちゃくちゃ影響ってか、うん、されてるし、うんうん、やってなかったら今の自分はないなっていうのはすごい思いますね。いや、わかります、そうかそうか。白のハンドクラフトレイディーを初めて触ったハンダゴテ、溶けた金属がまた固まった、誰よりも早く作ってやったハンドクラフトレイディーを、電池を入れてもなぜか動かない、仕方なくハンドルを回した、充電いっぱいになるまで、あいつが好きなバンドが新曲を出すからって無理やり聞かされたな、荒くノイズ混じりの音でも僕の心を強く震わせた、今でもはっきりと覚えてる僕のハンドクラフトレイディーを、いつも通り散らかった部屋の隅、知らなかった世界がここにある、ハンドクラフトレイディーを、君も今聞いて聞いて聞いているか、の車渋滞情報をダラダラ、退屈しのぎにもならなかったはずなのにな、あ
いつが好きだったバンドが俺も大好きになったあの頃、またラジオのハンドルを回した、僕のハンドクラフトレイディーをきらめいた俺はレコーダーを合わせて窓を閉め切って息を潜めた、宇宙を切り取っては毎日聞いたんだ、ざらついた音が心地いい帰り道、もう少し聞いていたいのに充電が切れて音がかすれる、またラジオのハンドルを回した回した、チューニングのダイヤルを回してハンドクラフトレイディーを初めて見る新聞のページ、いつも通り散らかった部屋の隅、知らなかった世界がここにある、ハンドクラフトレイディーを君も今聞いて聞いて聞いているか、ソロ曲、うん、はい、うん、これはどんな曲でした？これはですね、うん、中学校のだから何でしょうね、曲を作るにあたって、うん、なんか、ね、恋愛の曲と か、うん、なんか応援歌とかよくありますけど、うんうんうん、まあなんかそれ以外のもので、うん、なんか面白いの作れんかなと思っとって、うん、で、まあ、ラジオがあったんで、はい、家に、それが中学校の頃に。あの授業で組み立てたラジオやったんですけど、それをずっとその充電ガーって回して3分聞くみたいなことをしてて、それでずっと僕はワンポールチキンとかを聞いてて、で新曲録音したりしてて、それ結構思い入れがあったラジオやったんで、でもそれがもう壊れちゃって、もうまあ捨てら捨ててないですけど、まあ動かなくなってしまったんで、なんかちょっと何でしょうね、チンコンカじゃないですけど、あ、レクイエムなのね、レクイエムなんですね、あ、そうなんだ、ラジオに向けたかすごい、そういう思い入れがある曲です、うん、いやあれ本当にいいね、哀愁があって、あの弾き語りにがハマってんだよね、またね、うん、すごくねグッとくる曲でした、そうかそうか、その曲とかも、うん、あのバックバンドでやらせていただいたこともあって、うん、はいはいはい、それそのバージョンもすごいいいので、うん、よかったらなんかどこで聴けますか、それは。それがね、イオミュージックトライっていう、はい、あのオーディション内 の、うん、あの2019年のライブ映像で見れるんですけど、うんうん、それが超いいので、あ、ぜひぜひ僕も見ています、見てください、はい、見てます見てます、そして、いつか終わると思ってた、はい、今日4曲させてもらったんですけど、これはどんな曲ですか？振られそうになった時に、あ、なんでやねんと思って、はいはいはい、あ、なるほどね、書いたけど、それをちょっと、うん、何でしょう、そのまま書きたくなかったんで、うん、ちょっと女性目線になって、あ、でもそれすげえわかるな、逆にするっていう、なんか、でもそれ俺もやったことあって、あ、ほんまですか、なんか自分の気持ちがめめしすぎるとき、あ、そうそうなんですよ、ね、めめしすぎるんですよね、過ぎたとき女の人に主人公変えるとなんかいい感じになってするよね、そうそうそう、それ同じことしたことあれば、そうそう、なんか物語になるというか、うん、もう確かに、もう僕じゃないですみたいな、そうそう、いや、これ僕じゃないんです、僕じゃないです、ある女の子がいて、その子がこういうことがあって失恋した曲ですみたいな、はい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 、かっこいいね、そっちの方にした方がなんか普通に歌いやすいというか、はいはい、そうだよね、いや、わかります、一歩引いて歌えるというか、うん、あ、じゃあでも自分の実話を元にした
ね、まあ、ちょじゃ元にしてね、うん、元ですね。だから恋愛とかなんかで俺ずっと前から思ってたんだけど、会った時から思ってたんだけど、はい、近いしけどすっごいなんかこう母性本能をくすぐるって言われない俺絶対言われると思うんだけど、年上の方に好かれるでしょ。いや好かれるかもしれないですね。絶対、いや俺男よ、男だけど分かってる、男だけどめちゃくちゃ母性本能くすぐられるんですなんか多分そうなの。なんかでも兄が結構7歳と10歳離れてて、あ2人で言うともう末っ子なんですよ。はいはいはい、それのせいかもしれない、ね、ちょっとだから甘え上手なとこもあるのかなのかもしれないですね。いやこの俺も会った時に本当うわ母性本能くすぐる子やなと思って、子やなで失礼だけどなんでイメージ結構してて、あの一人暮らし俺想像ね、あの、はい、一人暮らしでちょっと部屋とかちょっと俺の中ではちょっと汚いのよ、うん、部屋汚いっすで俺が女性として行って、うん、もうこんな片付け汚くしてって片付けてあげて、でご飯作ってあげるんだけど、うん、では台所で僕が料理しててごめんねこんな気持ち悪い想像大丈夫ってあのこたつみたいなところにこう座ってて一人、はいはい、ちょっと白い T シャツで座ってて、で今日 何作ってくれるのって俺がオムライスだよって言ったらやったとか言うのはちょっと一回想像したことがあるんだよ。それぐらいに僕に想像させるぐらいにあの母性本能くすぐるタイプだと思う。いやわかる、でも多分その通りです。全然これすごい共感してくれる、想像通りやと思います。想像通りなんですけど、うん、あの彼女がそういう感じだったらいいですけど、はいはい、あの彼女がそういうの嫌がる場合は僕はすごい下にすいませんっつって、あなるほどねすごい気を使うつうか、あそのパターンもあるのか。いやでもね本当みんなに愛される近石くんだと思う。いやでも基本的にはそっち側な気がします。いやでも分かるな、想像できるもんな。差し支えのないようならばあの日言いかけたこと教えてよ、元通りに直らないのならせめて解体して確かめたい、タバコみたいなものなのかな、吸ったことないしわからないしまうんだね。揺れる揺れる想いだけはどうしようもないものだね。交わした口約束なんて紙切れ一枚の価値もないもの。いつか終わると思ってた、いつか終わると思ってた、振り返らずにナイフにもしてた。いつか終わると思ってた、いつか終わると思ってたのに、永遠なんて都合のいいものを信じたかった。心だけじゃ失うだけと今さら気づく。差し違えた傷跡からに地味出る赤い言葉を隠して何食わぬ顔で日々を過ごすのは本当にもう疲れたみたい。君に言いかけた言葉はどうしようもないものでさ、大事にしていた思いは紙切れ一枚包んで捨てた。いつか君を見ていた、ずっと君を見ていたのが、いつの間にか自分見失ってた。
そんな言い訳なんて誰も聞いてくれないけど、頭ん中の君が私をずっと責めるの。悪いのはいつの時も私、それは分かってる。いつか終わると思ってたのに、間違い直しは後回しにして、いつか終わると思ってた、いつか終わると思ってたのに、君の言葉を信じていた。いつか終わると思ってた、いつか終わると思ってたのに、振り返らず見ないふりをしてた。君が寝息を立てて自由な夢を見る場所が、私の隣じゃなくなってもそばにいたかった。飯田俊樹のルームレゾナクト。